今日の日付は1月18日、2018年です。今日のお題目は、アンシエント、古代エジプトのグレートエナード・アイシス様ヒーリングで、これは、古代エジプトの9つのデイティーズと、神様ですね。単純に言ってしまうと。にフォーカスした、ヒーリングということで、もう前回、オシリスっていうのをやってますが、これは、オシリスとアイシスとこれはペアなので、とりあえず、オシリスを受けてない方は、再生することをお勧めします。もう始まっちゃってますけど、もうすでに始まっちゃってますが、頭の上が気持ちよくなると思います。ライトボディの後なので、かなり早いのではないかなと思いますが、いつものように、可能な限り、ほどきの緩めのライトボディほどインテンスにすることはないと思いますが、まず体はほどきの緩めの背骨をまっすぐに維持しの横になってても構わないみたいですね。別に横になってても構わないと。ただ、寝ちゃう場合はもう意識が飛んじゃう場合はもう気にせずに戻ってくるときに戻ってきます。戻ってきてから再生すると、再生してもね、飛んじゃう場合は、飛ばなくなるまで再生することをお勧めしますということで。で、反応ですが、反応はもう可能な限りスルーし、気持ちのいいところは気持ちいいの、広がりなさいと、どんどん仕事を進めなさいと、もうすでにハートのところで始まってますが、ハートのところで冷たい感じが出てる方は、よりそこを認識しの、意識を通しの、スルーして、クリアリングどんどん進めてくださいと。人によっては頭部ですね、頭部の、額のちょっと右上、左上のところでわさわさ、そもそもそうとか、ざわざわとかするかもしれませんが、そこクリアリングどんどん進めてくださいと。下腹の周辺、もしくは股関節の周辺でも反応が起きてくると思いますが、気にせずに。反応が起きているところを全部マッピングして、意識を通し、認識し、今こういうところで起きてますと、どんどん進めてくださいと。で、よりその気持ちのいい冷たい感覚のところは、クリアリングが起きているだけなので、どんどんクリーンにしてくださいと、透明にしてくださいと。で、右肩関節とかでも反応が出るかもしれません。実際的には頭の上の方でもかなりゆっくりくる起きてきてるんですが、人によってはバーッと一時的に白くなっちゃってする可能性あるかもしれないですね、今回ね。とにかく、ハートのところは、ほどきの、緩めの、気持ちいいの、どんどん広がりなさい。お掃除してください。まとめ続けてください。ハートのところの感覚、より徐々に強くなっていくかもしれないです。で、首のうなじの上ですね。うなじの後ろ側、うなじ上の、さらにもうちょっと上の頭蓋よりちょっと入ったところのところになんとなく意識を当てといて、そこにどんどんアイシスのエネルギー入ってきなさいと。で、その首のつなぎ目ですね。首上部と頭蓋の周辺のところをどんどん調整してくださいと。エネルギー通し続けの、ストレスをどんどん低くしの、形を崩しの、理想的な状態に戻しの、と。人によっては頭の中がぐーっと表現しにくいですね、これね。頭の中で。揺らぐような感じとか起きるかもしれませんが、気にせずに、エネルギーが動いてるだけなので。で、単純にもう任せの、委ねの、はい、リズムをどん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 理想的なところに戻し続けてくださいと。頭の中の、イレギュラリティっていうか、歪みじゃないですね。まとまってないところをどんどんまとめてくださいと。人によって頭の中がグラングランするかもしれませんが、気にしない一時的な反応です。はい。よりうなじの上の、はい。頭蓋のちょっと奥のマザーボードのところ。これはレテキュラーのところでも出てきましたが、オシリスのところでも出てきてますが、はい。レテキュラー、意識のボードのマザーボードのところにどんどんアイシスのエネルギーどんどん入りなさいと。人によっては意識がさーっと薄くなるような感じがするかもしれませんが、もうこの場合は気にせずに、そのまま委ねちゃうと、ちょっとこう、ボディと離れちゃう的な感覚出てきちゃうかもしれませんが、気にせずに、戻ってくるときに戻ってきます。後からガンガン再生し続ければいいだけの話なんで。はい。マザーボードにアイシスのエネルギー降りてきなさい。どんどんもう注ぎ込みなさいと。人によっては動悸とか鼓動のところ、ハートセンターのところですね。のところにドッキンとかするかもしれませんが、気にせずに調整されているだけです。はい。より、はい。マザーボードにアイシスの波動、どんどん降りてきて、どんどん潤しなさいと。膨らませなさいと。伸ばしなさいと。ストレスどんどん美しなさいと。満たしなさいと。で、首の周辺、下の方から上の方、頭蓋の付け根のところまで、よりほどきなさいと、緩みなさいと、ストレスどんどん減らしなさいと、歪みをどんどんまっすぐに戻し続けなさいと。はい、マザーボードに、はい、アイシスのエネルギー、どんどん落とし込みなさいと、吸収させなさいと、受け取り続けなさいと。人によっては肘、膝、足首、手首とかでも反応が始まるかもしれないです。もう気にせずに、もうマザーボードも全部のところにつながってるんで、はい、とにかく至るところで微妙な反応が出てき始めると思いますが、気にせずに、反応が出てきたらラッキー、チャチャチャ、そこでエネルギーがやることをやるので、もう気にせずに、はい、人によっては左の鎖骨の内側でも反応が出始めるかもしれません。もう反応が起きたら、はい、そこでどんどんお仕事しなさいと。形を崩し続けなさいと、エネルギー通し続けなさいと、きれいにお掃除し続けなさいと。人によっては右の肩関節、背面でも反応が起きるかもしれないです。だからもう反応が起きたところは認識するだけ。はい、ここで起きてます。そこにもどんどんエネルギー通しなさいと。で、より緩める、脱力する。で、呼吸はややゆっくりめに。はい、股関節、右側でも反応が起きるかもしれないです。とにかく気にせず、反応が起きるところは、緩める、ほどく、で開け、潤いなさい。とにかくもうそれだけ考え続けたらいいです。それだけ指示を考えるとか、指示を与え続けたら、インテンションで、はい、股関節のところで反応が起きている場合は、そこを把握しの、はい、今こういう状態ですと、フィードバックを返しの、はい、ここでどんどんお仕事してくださいと。まあ、部分的に反応が起きているところがもう漠然と光りますでも構いません。人によっては尾骨のところが気持ちよく冷たくクールな感じになっていくかもしれないです。はい。はい。首のマザーボードに意識を集中して、はい、マザーボードにアイシスの光、どんどん入ってきなさい。どんどん潤しなさいと。でマザーボードからもう全部のところにどんどん届け続けなさいと。上にも頭の中にも届けの、はい、首の下から首からどんどん胴体全部に届けなさいと。ハートのところで痛み、軽いきしみとか歪みとかを感じる方は、もう認識するだけ、そこに入っていって、そこを覗く必要はないです。覗いてもそこが変わればいいだけの話なので、認識するだけ。はい、ここでこういうふうに反応が起きてますと。はい、そこもどん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 潤しいの、流しいの、お掃除しいの、整えの、作り直しの、まとめの続けなさいと。別に自分で何かを努力する必要はないです。エネルギーが勝手にやってくれるので。はい。アイシスのエネルギー、どん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 、もう隅から隅までどんどん行きなさいと。行き渡らしなさいと。で、肩の力を落としの、緩めの、より脱力しの、ハートのところでドキドキ感、動悸、軽いのが来る方はもう気にせずに、はい、通り抜けなさいと。はい、手放します。ゆっくりきれいに通り抜けなさいと。の反応が起きているところで、はい、そこを洗い流しなさいと、洗いざらしにしなさいと、どんどんそこの不必要なものをどんどん薄めなさいと、まあ、ある意味清めなさい、日本語で言っちゃうと、はい、クレンジングしなさい、きれいにしなさい、はい、うん、透明にしなさいと。頭の上の方の中心部がぐーっと締まる感じ、まあ、人によってはしびれるような感じが起きるかもしれませんが、気にしない。はい、とにかく、はい、もう一度、はい、マザーボード、はい、そこにどんどんアイシスの光、どんどん入ってきなさい。マザーボード、アイシスの光で光りなさい。膨らみなさい。開きなさい。で、どん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 上、頭の中にも、はい、首の周辺、首から下、胴体全部、どん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 アイシスのエネルギー、もう、伝達し続けなさいと、届け続けなさいと。人によってはちょっと感情出るかもしれないですね。ちょっとガーッと軽い感じですけど、ライトボディをずっとやる方はさ、もうこんなの軽く通り抜けられるんです。感情的にちょっと反応が強い方は、何度も言いますが、ライトボディなり ET ヒーリングなり、ガンガン再生するのを勧めます。やっていけばやっていくほど、軽くもう楽にスーッと通り抜けれるようになるはずなので、とにかくもう追いつくこと。で、ライトボディをやってる方は、こんなの難なくすり抜けられるはずです。ということで、ハートのところで溜めてるものを、はい、どんどん洗い流しなさいと、薄くしなさいと。全体的に物事がこうゆっくりと多角的に起きていくと思いますが、もう全部マッピングし、把握し、全部頭の先から指の先、足の指の先までだーっと意識を通して、どういうふうに反応が起きているかを反応を把握して、今この状態でこういう形になってますと。はい、この形、どん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 崩して透明に透明に、もうクリーンにクリーンにし続けてください。のゲップが出るなり、あこびが出るなり、しゃっくり出るなり、涙が出るなり、汗が出るなり、もういろんなこと反応があるかもしれませんが、気にせずに、はい、もう出すべきものはどんどん出して表現しなさいと。もうどんどん引っ張り出しなさいと。はい、前回オシリスが入ってる方はアイシスに、はい、オシリスのところに行ってオシリスの領域に全部アイシスのエネルギー届け続けなさいと、融合させなさいと。はい、オシリスの波動と合体して、融合してどんどんまとめ続けなさいと。アイシスオシリス一緒に働いてどんどんエネルギー強くしなさいと、まとめなさいと。で、呼吸はゆっくりと長く深く脱力し続け、緩め続け、縦にまとまり続けなさいと。頭の中心から、はい、中脳、脳幹、中枢神経、はい、もう指の先から足の先まで、はい、どんどん全部潤し続けなさいと。オシリス、アイシス届け続けなさいと。まとめ続けなさいと。で、背骨、尾骨、仙骨、腰椎、胸椎、頸椎、頭蓋、全部なんとなく意識を通し、その中に中枢神経、神経ネットワーク入ってますが、で、神経ありの、中枢神経ありの、はい、脳幹になりの、中脳で頭の中心部になりのと、なんとなく把握して、で、アイシスのエネルギーに、はい。はい、全部再生し続けなさいと、蘇らせろと、エネルギーどんどん入れて復活させなさいと、はい、生き返らせなさいと指示を与えてください。人によっては背骨、胸椎、下部、腰椎、上部のところでビーッと熱くなったりするかもしれませんが、気にしない。そこで仕事が行われているだけなんで、そこで修復が起きているだけなんで。はい。とにかくどんどんエネルギー注ぎ込みの、はい。オシリスと合体しの、はい。蘇らせ続けなさい。再生し続けなさい。生き返らせなさい。と。反応が強い方は、反応が出てるところに向かって、はい、ごめんなさい、許してください、愛してます、感謝してます、元気になってください、健康に戻ってくださいと語り続けていればより反応するはずです。ほうぽのぽの的に反応しているところに向かって、はい、ごめんなさい、気が付かないうちにこういう状態に作ってしまってごめんなさい、謝罪します、許してください、愛してます。感謝してます。健康になってください。輝いてください。と、もうどんどん語り続けるの。そうすると反応がどんどん早まるはずです。語りかけの、はい、愛せずガンガン言って蘇らせなさい。と。オシリスどんどん復活しなさい。と。それだけ考えていれば物事はガンガン進んでいくはずです。はい、はい。とにかく、はい、アイシス頑張れ。はい、オシリス頑張れ。どんどん蘇ろうと。エネルギーどんどん作って修復しなさい。はい、生き返らせなさい。と。人によって背骨の左側もしくは左半身の背骨の近くとかで反応が出てるかもしれませんが、認識するだけでそこでエネルギーが置いてるので、はい、ここでこういうことになってますと、はい、形が出てきてますと、どんどんエネルギー届けなさいと、そこの状態をどんどん再生させ続けなさい、蘇らせ続けなさいと、エネルギー与え続けなさいと、作り直し続けなさいと指示を与えてください。マザーボードを光りなさい。はい、アイシスのエネルギー、どんどん引っ張り込んで潤しなさい。開きなさい。膨らみなさい。潤いなさい。はい、頭の上向きに、頭の中にもどんどん届けなさい。下向きに中枢神経から全部、足の先、指の先、もう全部に届け続けなさい。と。頭の中でしびれる感じがする方は、もうとにかく徹底無視、気にしなくて、エネルギーが通っている時の反応なだけなので、はい、とにかく気にせずに、はい、もうとにかく通し続けなさい。エネルギーを伝達し続けなさい。届け続けなさい。で、整理整頓続けなさい。エネルギー与え続けなさい。潤し続けなさい。まとめ続けなさい。と。で、頭の中、はい、縦にどんどん縦軸に沿ってどんどんまとめなさいと、お掃除続けなさい、揃い続けなさいと、蘇らせ続けなさいと、はい、生き返らせ続けなさいと、命を与え続けなさいと、はい、はい、マザーボード光れ、はい、アイシスの光どんどん入ってきなさい、はい、どんどん上にも下にも届けなさい、命を与え続けなさいと。で反応が出てくる。頭の中心とか鼻の上とか額のちょっと内側とか右側の耳の近くとかいろんなところで起きてるかもしれませんが、まあ、気にせずに、はい、起きてるところにどんどん届けなさいと。で背骨、胸椎の中心より下のところでこうきしみが出てる方は、ちょっと動かしてみるなり、体操してみるなり、してそこをよりエネルギーが届くように、その状態を把握し、形をマッピングし、はい、今こういう形ですと。はい、そこをどんどんエネルギーを圧倒し続けなさいと。潤し続けなさいと。幸せに戻し続けなさいと。よみがえらせ続けなさいと。人によっては足の親指とか足の指先とかのピリピリとか人によってはビリビリとか始まるかもしれませんが、気にしない。そこでもうエネルギーが仕事をしているので、はい、やることやりなさいと。どん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 エネルギー通して、はい、復活させなさい。生き返らせなさい。蘇らせなさいと。はい、マザーボードにもう一遍意識を戻し、はい、マザーボードを光りなさい。はい、アイシスの光、どん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 引き込んで、潤し続けなさい。開き続けなさい。膨らみ続けなさい。エネルギー通し続けなさい。届け続けなさい。上にもガンガン押し上げの、下にもどん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 届けの。はい、隅から隅までどんどんもう通し続け、送り続け、潤し続け、はい、もう必要なとこに必要なだけガン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 届け続けなさいと。特に首の周辺ですね、鎖骨の十字セクション、首の右側、左側、前、後ろ、うなじの上、顎の下の周辺、だから全部マッピングして意識を通し、形を認識し、はい、そこをどん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 エネルギー通して形を崩せと消せと、エネルギー通してサラサラにスルスルに戻し続けなさいと。で、鼻の内側、奥頭の中心部側に向けてこう反応がぐーっと出てる方は、はい、その部分、エネルギーどん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 通しなさい。軽くし続けなさいと。エネルギー通して開き続けなさい。膨らませ続けなさい。後ろ、潤し続けなさい。満たし続けなさい。特に首、うなじの後ろ側、上の方、後頭部の下の方ですね。はい、そこにどんどんエネルギー通し続けなさい。潤し続けなさい。満たし続けなさいと。はい、首筋、うなじ、上の、はい、マザーボードを意識して、はい、マザーボードが光りますと、マザーボードに向かって、ふーっと光の息を吹きかけ、光を受けたマザーボードがファーっと光りますと、ふーっと息を吹きかけ、石炭が燃える時みたいに、ふーっと息を吹き替えたら、わーっとエネルギーが出て、熱が出てきます、的に。はい。マザーボードに光の息吹をふーっと、これを繰り返してください。はい。マザーボードにアイシスの光がふーっと入っていきますと。はい。ふーっとアイシスの息吹がふーっと入っていって、マザーボードが光りますと。エネルギーがわーっと出てきますと。上に向かって動いていきます。はい、下に向かって動いていきます。はい、どんどん広がって届け続けなさいと。はい、マザーボードに向かってアイシスの息吹をふーっと吹きかけの、光の、動きの、はい、上の方に向かってふーっと上の方に向かってゆっくりゆっくり動きなさいと。はい、下の方に向かってふーっと、はい、尾骨から足の先、指の先までふーっと届けなさいと。はい、上の方にもふーっと、はい、上の方、頭の中にもどん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 行きなさいと。耳の中とかでも反応が起きるかもしれませんが、気にしない。頭の中がもう気持ちよくなりかけてる方は、はい、もうどん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 気持ちよくしなさいと。エネルギーどん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 もう満たし続けの、浸し続けの、形を薄くし続けの、幸せのもうスルスルの状態、透明の状態までガン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 引っ張り上げなさいと。はい、マザーボードにアイシスの息吹をふーって頭の中でどんどん行きなさい。はい、下に向けてふー、ボディのとこ全部にどん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 届けなさいと。はい、顔の、頭の右側とか左側とか、サワサワとか、わざわざとかなんか動くかもしれませんが、気にしない。はい、もうそれもどん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 もう引っ張り出しなさいと。洗い流すなり、弾き出すなり、引っ張り上げるなり。はい、ふーっとアイシスの光、どん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 、はい、マザーボードにアイシスの光をふーっと吹きかけ、はい、マザーボード光れ、はい、エネルギー上に押し上げ、頭の中全部に届け続けなさい。はい、ボディの全部に届け続けなさい。もうとにかく隅から隅まで満たし続けなさい。あ、これ人によってぐーっとやってったら背骨がバキッとかいって整列しちゃう方出てくるかもしれないですね。はい、もうちょっと、はい。マザーボードにアイシスの光を、ふー、頭の中、頭のボードへ全部に、はい、ふー、届け続けなさい。よみがえらせ続けなさい。生き返らせなさい。理想的な状態に復活させ続けなさい。はい、命を与え続けなさい。戻し続けなさい。はい、もう切れちゃってるところを、はい、ひっつき続けなさい、接続し続けなさい、作り直し続けなさいと、形を戻し続けなさいと。まあなんとなく漠然とボディ全部が金色、内側から金色に変わります的なイメージでも構いません。アートのところで反応が起きている方は、はい、アートのところに、はい、ハイスの息吹をふーっと吹きかけの、はい、アートのところの反応が起きているところが、内側のコアの核のところからふーっと光ります。はい、反応が起きているところ、はい、どんどんよみがえらせなさい、再生しなさい、生き返らせなさい、命を与えなさいと。満たし続けなさい。潤し続けなさい。開き続けなさい。命を届き続けなさいと。はい、軸にどんどん揃え続けなさいと。縦軸にもエネルギーどんどん伝えなさいと。はい、軸のところもどんどん潤しいの、通しいの、膨らましいの、開きの、はい、命をどんどん届けなさいと、復活させなさいと、蘇らせなさいと、再生し続けなさいと、ゴールデンボディに戻し続けなさいと。はい、マザーボードに、はい、はい、マザーボード光りなさい。はい、アイシスの光どんどん入りなさい。はい、アイシスの光の息吹をマザーボードにふーっと引きかけますと。はい、ふーっと光りなさいと。ふーっとエネルギーどんどん通し続けなさいと。ふーっと送り出し続けなさいと。潤し続けなさいと。ちょっと冷たい感じとかがさーっとなんていうんですかね、冷たい暖かい、ホットフラッシュ的なの通っていくかもしれませんが、気にしない。自動調節されてるだけなので。はい、マザーボードに、うーっとアイシスの光入り続けなさいと、潤し続けなさいと、上にも下にもふーっと流れ続けなさいと、潤し続けなさいと、よみがえらせ続けなさいと、生き返らせなさいと、ゴールデンボディに戻し続けなさいと。で、脱力し続けの緩め続けの、緊張をほぐし続けの、形のあるところ、はい、形をもうどんどん消しなさいと、エネルギー通し続けなさいと、まとめ続けなさいと、透明に戻し続けなさいと、ゴールデンボディに戻し続けなさいと、充電し続けなさいと、とにかくはい、マザーボード、ふーって、マザーボードは光ります。はい。マザーボードから上にも下にもふーっと届き続けますと。人によっては全体的にも金類っぽい感じがだーっと頭の中に出てくるかもしれませんが、はい。ガンガン行けと、ガンガン戻せと、ガンガン作り続けろと、再生し続けの、蘇らせ続けの、命を与え続けの、はい。ふーっと頭の中から足の先、指先までどんどん届けなさい。満たし続けなさい。潤い続けなさいと。人によっては頭の中でフラッシュがパカパカとなんかこう軽いフラッシュが始まるかもしれませんが、気にしない。単純にもう眺めているだけでいいです。何もする必要はないです。はい。マザーボードにアイシスのエネルギーガンガン入りなさいと。はい。ふーっとマザーボードにアイシスの息吹がふーっと吹きかけますと。はい。マザーボード、はい。光りなさい。ふー、頭の中にふー、届けなさい。はい、ボディ全部にふー、届けなさいと。ふーっと反応が起きているところに、ふーっとどん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 そこに行きなさいと。ふーっと復元、はい、そこの状態をどん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 再生させなさい、よみがえらせろと、命を与え続けなさいと、健康に戻し続けなさいと。はい。ちょっと違和感を感じるところ、ちょっと苦しく感じるところ、はい、ボディ全部スキャンして、はい、反応が起きているところ、硬いところを確認しの、痛いところを確認しの、ちょっと動かしてみて、動かした時にボキボキとか言ったりとかするかもしれませんが、もうガンガン起きてきます。続ければ続けるほど。はい、確認しの、はい。今この状態です。はい、この反応しているところにどん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 ふー届けなさいと。はい、そこ再生し続けなさい。よみがえらせなさい。作り直し続けなさいと。まとめ続けなさいと。はい、頭の中もなんとか痺れてる感じがしても大丈夫。エネルギーが通ってるだけなんで。はい。ふー、マザーボードに挨拶の光がどんどん入ってきます。はい。どんどん光れと、はい。ふーっと挨拶の息吹をふーっとマザーボードに吹きかけ続けなさいと。で、反応が起きてるところが分かったら、そこに、ふーっと吹きかけの、はい、そこをどん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 エネルギー通して形を崩しなさい。エネルギー通しなさい。細かくサラサラ、スルスル、透明。またが、ふーっと、もうどん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 再生させなさいと。エネルギー通し続けなさいと。潤し続けなさいと。はい、マザーボード、はい、マザーボードにアイスの光ガン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 入れーと。はい、マザーボード光れー。はい、開けー。輝けー。はい、エネルギーをもうどん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 運搬し続け、頭の中にもボディにも、はい、息を吹きかけ、はい、頭の先から足の先、指の先まで、ふーっとエネルギー届け続けなさいと。なんかこう喉の周辺からなんとなく下の方がなんか上がってきそうな感じがする方は、もう可能な限りほどきの、引っ張り戻さない。開きの、はい。落ちて、ほどきの、脱力しの、はい。ゆっくりゆっくりスムーズに上に上がってきて出ていきなさーいと。はい、ハートの周辺のちょっと苦しい方は、もしくはそこにいびつな感じとかプレッシャーとか感じる方は、そこに形が出てきてる方は、はい、その形のところに、はい、ふーっと息を吹きかけの、はい、アイシスの息吹、そこにガンガン行きなさいと。はい、そこを蘇らせなさい。潤しなさい。生き返らせなさい。はい、命をどん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 与え続けなさいと。反応が起きているところ、まあ、どこで起きているか、まあ、皆さんバラバラでしょうが、はい、反応が起きているところに、はい、ふーっとアイシスのエネルギー、どんどんそこに行きなさいと、反応が起きているところに、ふーっとアイシスの光をふーっと吹きかけの、はい、そこどんどんエネルギーで潤しなさいと、作り直しなさいと、接続し直しすぎなさいと、まとめ続けなさいと。接着し続けなさいと、作り直し続けなさいと、よみがえらせなさいと、生き返らせなさいと、ふーっともうエネルギー、はい、息吹をふーっと吹きかけますと。反応が起きているところ、一個ずつふーってそこの反応がこう変わり始めるので、ふーっと置き換えていったら、その反応がゆっくりゆっくり薄くなって消えていくはずです。だからある程度のふーっと薄くなるまで、ふーっとエネルギーを、はい、吹きかけます。ふーっと。はい。愛切の光ガンガンいって、ガンガン蘇らせなさい。ゴールデンボディに戻し続けなさいと。はい。手首とか足の先とかでも来てますかもしれませんが。はい。まあ、背中とかハートの裏側とか硬いところ。はい。全部硬いところを認識して。はい。硬いところ、ここ硬いです。ふーで、はい。そこを柔らかくほぐしなさい。エネルギー通しなさい。頭の中が気持ちよくなっている方は、まだまだまだらになって、まだらですけど、はい、まだらなところに、ふーっと引きかけの、はい、どんどん幸せに戻しなさいと。はい、整理整頓して、はい、作り直しなさいと、つなぎ直しなさいと、生き返らせ続けなさいと、命を与え続けなさいと、送り続けなさいと。思考が何かを邪魔をしている感じがする方は、ただ何かが頭の中に上がってくる方は、そのことをなんとなく把握して、はい、その思考にもふーっと、はい、それがなんか消えます。薄くなります。テレポートしてどっかに行きますでも構いません。なんとなくそのバザーされてるものとか入ってきてるもの、頭の中に上がってきてるものが、はい、透明になって、はい、行くべきところに戻りなさいと。誰かの思考かなと感じる場合は、はい、持ち主のところに戻りなさいと。はい、はい、消えなさい。戻りなさい。薄くなりなさい。もしくは消しなさいでも構いません。その思考をこう引っ張り込んでる磁石、脳っていうのは磁石みたいなもんなんで、はい、磁石のところもふーっと軽くしなさい、お掃除しなさいと。この頭の中の磁石がぐーっと重たくなっていっちゃうと、重たいものがガーッと頭の中に入ってきやすくなるっていうか、念が重たくなるというやつですかね。日本語で言っちゃうと。はい、その頭の中の磁石の念磁石、はい、どん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 お掃除して軽くしなさいと。もうここまで、1時間でここまで来れば十分でしょう。ということで、ですね、これはもう、オシリス・アイシスはこれもう2つで1個なので、これ両方ともガン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 再生することをお勧めしますと。で、これはシリーズなので、あと7つ残ってます。で、これを1個1個やっていくので、もう基本的には地道に参加することをお勧めしますということで、これはですね、とにかくもう考えずにガンガン流すと。で、エクササイズ的にはふーっと、息吹をふーっと息続くのを与え続けると。で、これをやっていけば、もうガンガンやっていけば、何事にも動じない状態になっていくはずです。結構早く。ということで、じゃんじゃんやってるのをお勧めしますが、はい、あとは感想もよろしくお願いしますね。それではまた。